ハウルハウサーは、ドイツの軍人。国家社会主義ドイツ労働者党の組織親衛隊の、戦闘部隊武装親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊上級大将及び、武装親衛隊上級大将。白楊剣築基施鉄十字章受章者。ドイツ、帝国両方プロイセン王国ブランデンブルク州の、ブランデンブルクアンデアハーフェルに生まれる。父は、 プロイセン軍人、クルトハウサー少佐。母はその妻アンナ。父と同じく、プロイセン軍人の道を進み、1892年に、ポンメルン地方ケスリンにある、士官学校に入学。1896年から、ベルリンのリヒターフェルデにある、プロイセン王国高級士官学校へ移り、1899年まで、在学した。 1899年に上位に任官するとともに、プロイセン第155不評連隊に入営し、同連隊に1907年まで勤務した。1908年から1911年にかけて、プロイセン戦争大学に入学。1909年から1912年にかけては、海軍で空中観測員も務めている。1912年から、 参謀本部に配属となり、地図部門に勤務した。1913年10月に参謀大位に昇進するとともに、バイエルン王国交代しループレヒトの参謀となる。第一次世界大戦が始まると、第六軍団に配属され、第109不評師団の参謀将校となる。西部戦線やルーマニア、バルト諸国で戦った。 戦後もバイマル共和国軍に残留。1921年から1923年まで、第二師団参謀を務め、ついで1923年から1925年まで、同師団第4連隊第3大隊長となり、さらに1925年から1926年末まで、第二軍管区司令部の参謀長となる。 1927年から1930年まで第10不評連隊の連隊長に就任。さらに1930年から1932年にかけてはマグデブルクの第4軍管区不評指導者を務めて訓練を担当した。1931年2月に少々に昇進した。1932年1月31日に 退役するとともに名誉階級中将の階級を送られた。陸軍軍人として理想的な出世コースを進んだハウサーであったが、彼の辛辣な言葉は国防軍内に多くの敵を作っていたという。1932年2月に退役軍人から組織される右翼団体鉄兜団に加入した。鉄兜団ではブランデンブルクの地方指導者を務めた。 1933年に国家社会主義ドイツ労働者党が政権を獲得すると鉄株団は突撃隊に吸収されることになり1934年3月にハウサーは突撃隊大佐の階級が与えられるとともにブランデンブルクの突撃隊予備部隊の司令官に任命されただが同年6月30日に発生した突撃隊幹部の粛清後 第一次世界大戦で同じ連隊に勤務していた戦友のパウル・シャルフェから親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーを紹介される。ヒムラーが親衛隊内に武装部隊を育成しようとしていた思惑もあって1934年11月15日に親衛隊に移籍。同年12月14日にはライプシュタンダルテ・アドルフ・ヒトラーと親衛隊。 政治予備隊が統合されて、武装死に衛隊の前身である、新衛隊特務部隊が編成された。ハウサーは、この編成にあたって、中心的役割を果たした。各地の政治予備隊を、連隊、ドイッチュラントと、連隊、ゲルマニア新衛隊大佐の二個連隊に集約した。ブラウニシュバイクの新衛隊士官学校の創設にも、携わり、その初代校長に就任した。 さらに1935年8月から1937年5月にかけては2つの新衛隊士官学校の総監に就任した。1936年6月から1937年10月にかけては新衛隊本部第1部の作戦指導部の部長に就任した。また、同年10月1日には新衛隊本部のもとに 新衛隊特務部隊総監職が新設され、ハウサーが就任した。1937年5月1日に、ナチ党に入党。こうした地位に基づいて、ハウサーは、新衛隊特務部隊の教育にあたり、ヒムラーの政治的兵士たちを実践に出せるレベルに、叩き上げた。ハウサーの活躍が後に精鋭と評される、部隊軍を生み出したと言える。 しかしながら特務部隊総監でありながら、ハウサーが特務部隊の指揮権を握るのは容易ではなかった。特務部隊の前身である政治予備隊が一般親衛隊の親衛隊地区に属していたこともあり、親衛隊地区司令官との間で特務部隊の指揮権の争いが起こった。またライプシュタンナルテ司令官、ヨーゼフ・ディ・トリヒも独自の指揮権を主張して、 ハウサーの指揮権を拒絶していた。それでもハウサーが鍛えた特務部隊員とライプシュタンダルテの隊員の連度の差が広がってくるとディートリヒもハウサーに訓練を任せざるを得なくなっていった。1943年4月1日、ロシアハリコフ。前線視察に訪れたヒムラー。ヒムラーの右がハウサー。左はバルタークリューガー。 第二次世界大戦が始まり、ポーランド侵攻が開始されると新衛隊特務部隊のドイッチュラント連隊が、総攻士団、ケンプフに組み込まれた。同士団は主力たる、総攻部隊が陸軍の連隊、不評部隊が特務部隊のドイッチュラント連隊で構成される陸軍と、新衛隊特務部隊の混合士団だった。ハウサーは、ポーランド戦中、師団、ケンプフにおいて、 陸軍部隊と特務部隊の連絡役を務めていた。ポーランド戦後、新衛隊特務部隊は、武装新衛隊と名称を変え、ライプシュタンダルテを除く、新衛隊特務部隊三連隊でもって、新衛隊特務士団が編成され、ハウサーがその士団長に就任した。1940年の西方電撃戦ではハウサー、率いる SS 特務士団は、 B 軍集団に属して、オランダへ進行し、ついで、フランス戦に転じた。フランスでの戦勝後、再編されて、SS 師団、来日となった。この師団は、バルカン戦線にも参加し、ベオグラードを陥落させた。1941年、ハウサート師団は、ハインツグデーリアン将軍の率いる、第二装甲集団の一員として、独祖戦に参加。 モスクワの戦いで軍の先鋒として活躍し、ハウサーは階級を新衛隊大将に進め、騎士十字章を受章するも、戦闘中に右目を負傷し失明。師団長の座をビルヘルム・ビットリヒに譲り、一年間前線から離れる。翌1942年、ハウサーは SS 装甲軍団司令官に就任した。この SS 装甲軍団はルサ師団。 ダスライヒ師団、トーテンコプフ師団、ビーキング師団の4個、SS 師団により編成されるものであった。ハウサー軍団は、ハリコフの守備につくが、スターリングラードを守っていたフリードリヒ・パウルス、元帥の第6軍が降伏すると、ハウサー軍団も包囲殲滅の窮地に陥る。しかし、ヒトラー総統は、死守命令を下し、SS 装甲軍団は、 ハリコフで降伏か全滅を待つだけとなった。この時、1943年2月15日、ハウサーは、相当命令を無視し全軍の撤退を加盟した。ヒトラーは激怒し、ハウサーの降格を口にしたが、そうしている最中もハウサーは、マルキアン・ポポフ率いるソ連戦車軍を撃破し、エーリッヒ・フォンマンシュタイン元帥の指揮下で行われた。 反抗作戦に従事、ハリコフの奪回に成功している。続いて、クルスクの戦いでもハウサーの装甲軍団は活躍し、大戦果を挙げた。なお、この一連の武軍に対して、白洋騎士十字章を受章。降格の話は消えることとなる。1944年、SS 装甲軍団は改編されて、ハウサーは第二 s s 装甲軍団司令官に任命され、 西部戦線に配置されることとなる。彼はその軍団を率いて、ノルマンディーの戦いに参加していたが、所属していた第七軍司令官のフリードリヒドルマン、上級大将が自殺したため国防軍を信用していなかったヒトラーの意向もあり、ハウサーは第七軍司令官に昇格された。その後、第七軍を率いて、必死の防戦を行うもヒトラーは状況を理解せず、 リュティヒ作戦を発動、ドイツ軍の反撃は失敗し逆に多くの将兵がファレーズポケットに取り残されかねない危機的な状況に陥る。しかし、連合軍による包囲網が完全に完成していなかったことも幸いし、ハウサーは第7軍の少なくない部分を包囲網から撤退させることに成功する。しかし最後まで前線に残って、 指揮を取っていたため銃撃され、重傷を負い、抗争された。第七軍の指揮は、部下のハインリッヒ・エーバー・バッハ総攻兵大将が、引き継ぐこととなった。ハウサーはこの功績を認められ、白洋剣付騎士十字章を受け、階級も新兵隊上級大将へ進み、翌年1月には、G 軍集団司令官に承認するが4月には、解任されている。 その月の30日、ヒトラーは自殺し、ドイツは降伏、戦争は終結することとなる。終戦直前に解任されているものの、終戦時には、西部戦線において、親衛隊の降伏を指揮した。1948年まで、米軍の捕虜収容所に拘留されていた。ニュルンベルク裁判では、弁護側証人として出廷しており、武装親衛隊は、 他の親衛隊組織と異なり純粋な軍事組織であると主張した。戦後は旧武装親衛隊員相互扶助協会の活動に従事し武装親衛隊の名誉回復に尽力した。武装親衛隊は完全に国防軍軍人と同じであり、また非常に多国籍化された軍隊であったため、NATO 軍の先駆けとも言えると主張した。 1966年には回顧録、武装 SS は他の兵士たちと全く同じを表した。東西冷戦の中で西ドイツの空気も変わったこともあり、ハウサーたちの努力の結果、武装親衛隊員に課せられていた様々な法的制限の問題についてはほぼ解決した。1972年にルートビヒスブルクで死去した。 相当の死守命令を無視し、ハリコフから撤退を命じた時の言葉は、戦士に残る名言とされる。この決断で貴重な装甲軍団は生還し、ドイツ軍の反抗作戦が可能となった。ありがとうございます。